ということで今回のボートスクープは選手紹介のマイクパフォーマンスはを徹底解明。選手紹介と言いましたらもうボートレースファンの楽しみとなっております。いつもは水面で戦う選手の皆さんが様々なこういうマイクパフォーマンスを通していろんな楽しい部分を見せてくれるのが魅力の一つとなっております。さあやってきましたボートレース天ヶ崎。この日はファンの祭典ボートレースオールスターの真っ最中。今回も私増田岡田の増田がスクープしてまいります。さあ選手の皆さんがステージの方に向かっていっております。一緒についていきましょう。さすがオールスターですね。豪華な顔ぶれです。ファン投票1位の峰選手、さあ今日はどんなこと言うか決めてるんですか？何を言おうとかは考えてないんで、だから飛んじゃうときめちゃくちゃありますね。飛んじゃうときめっちゃ短いです。なるほど、短いコメントの時は飛んでるっていうことですね。やっぱね、お子さんとかいると、あ、僕が夢を与えればなと思ってやってるので。そういう熱い思いもこもってるんですね。さあそしていつも盛り上げてくれるのがこちら日高選手です。もう私は今日のゲストが早見優さんって聞いて、ファンから聞いて、もうその時点で決めました。何を決めたんですか？歌います。え、歌うんですか？さあいよいよオープニングセレモニーが始まりました。まずは注目の峰選手の登場です。おはようございます。本当にこんな僕に、たくさんの投票ありがとうございました。1位の責任とかプライドとか、自分にはちょっと難しいんで楽しんで帰りたいと思います。応援よろしくお願いします。今日のコメントは飛んでなかったようですね。さあ続いては日高選手です。背中にパッション泣けるほど好きと叫んでいるわ。あ、ちょっと間違ったかも。日高さん完璧です。さあそして、あ、平本選手、これもしかして、あれ、え、今村選手まで。たくさんのご声援ありがとうございました。ちょっとちょっと、今村選手、あのマイクパフォーマンス大丈夫ですか？ニャンコスターですか？あれは、まあ、まず平本にやれって言って後ろで指示を出してやったじゃないですか。そしたら今度エイジが今さ人にばっかりやらせんで自分もやれっていうことになって相当悩んだんですけどやりました。いや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 、悩んだようには見えなかったんですけどね。さあそして今村選手に行った白井選手はこんな感じでこの日一番ノリノリでした。さあ今村さん、いつもどんな思いでパフォーマンスしてるんですか？とにかく一生懸命頑張るっていうことを伝えたいなっていうふうに思ってます。それがニャンコスターやったんですね。さあ続いては松本選手です。たくさんのご投票本当にありがとうございました。最後までしっかり走ります。応援よろしくお願いします。さあ松本選手はいつもどんな思いでマイクパフォーマンスしてるんでしょうか？ファンの方に向けて感謝の気持ちとか、まあ、意気込みみたいなのをちょっとこう言おうかなって、出るちょっと前に考える感じで、結構あのちゃんとなんかこうパフォーマンスされてる人とかは前の日からちょっと考えてたりとかする人とか、ちょっと練習してる人とかもいると思います。やっぱり前日から仕込んでる選手もいてるんですね。さあ続いては可愛らしい森谷選手です。皆さんの思いを胸にレースに臨みたいと思います。見ててください。いつも見ててくださいと言うてるみたいなんですけど、なんか応援してくださいっていうのはなんかおこがましいかなって思っていつも見ててくださいっていうふうに言うんですけど、選手たちと直接触れ合い、ファンの皆さんはどう感じてるんでしょうか？花束を落としました。ゆうかわさんとも握手しました。顔ちっちゃい。頑張ってくださいは言えました。素敵な機会だと思います。はい、絶対に会えないので。選手紹介のマイクパフォーマンスはファンに日頃の感謝の気持ちを伝える大切な場所になっていたんですね。これからも楽しみにしております。さあ皆さんからの疑問を大募集、たくさんのメールお待ちして。増田岡田の増田でした。